はい、ただいま時刻は、日付はね見れないですけど3月19日あきらくんの誕生日になりました。おめでとう、おめでとう。じゃあさんも一言お願いします。あ、あきらくんの、あ、おめでとう。僕の誕生日なんで、今日のなんかみたいでね、僕の誕生日なんでなんか一言いただいていいですか。食べてますね今からこのね、僕の誕生日のシャンペーンを、ね、開けたいと思います。でもまあ普通にね開けても面白くないので、この電球割れたりしてもよくない。そうですね、よくないですね。電球割るのはあかんな。何やらかい、そう、やっぱやばい。噂によるとこれポーンってやった時の瞬間300キロが出ました。あー、やばい、嘘つけろ。それはやばい、嘘つけろ出た出た。まあね、だからやっぱりこうそれをあの鉄の割れ目でクッとキャッチするっていう、あー、なるほど、つわものがいるらしい。あ、つわものが呼んでみたいと思います。呼んでもらってもいいですか、そのつわものは。あ、俺準備して、あお前、俺か、お前や、お前浜崎裕二さんです。すごいな、お前、なかなかいい。おー、すごい割れ目してる。割れ目がいいですね。じゃあ行きますよ、先週やな。俺、いつのタイミングで発射するかちょっとわからない。そうですね、やっぱりこの裕二さんか。じゃあこういう感じで動かす。あ、こうな。こういう感じで近くないわ。近くないとな。外れたら危ない。いやー、怖い。ユージ、みんなって。みんな、前、川とって危ない。そうやな。今、シャンパンの蓋が少しずつ。あ、払いました。いきます。怖い。おめでとう。ありがとうございました。